配信。いやーどうも皆さん、藤くんゲームズへようこそ、藤くんです。はい、ということでね、配信パート3やっていこうと思うんですけど、1週間ぶりぐらいの収録でして、前回何だったっけ前回何やったっけ赤い配線繋いだよな。破壊配線繋いで、アイナちゃんで、ハテナのところが確か開いたんだっけ、確かそうだった気がする。で、配線を探すなり、なんかしないといけないよね。あ、そうだ。うえー、何やめてよ。あ、これ急に割れて取れるんだ。俺、割るもん持ってくるとか確か言ってたよね、前回。なんだ、普通に取れんじゃん。青い配線が入ってた。確か、赤色の配線もあったわね。じゃあ、それも配電盤に使うのかな。行ってみようよ。オッケー、なんか幸先いいな。これでいきなり進めるようになったわ。配線つなげると思うんだよな。つなごう。これどうやればいい？あれどうやるんだっけ？配線使いたいんだけど。こう？で、この青色の配線を使いまして。おぉ、ちょっとこの前よりむずそう。あ、メモも見ないとね。青色は D につなげと。D につなげるように持ってくるのね。オッケーオッケー。こうじゃんね、まず。あー、その形はあるじゃん。え、めっちゃ簡単じゃん。こんなんでいいの？え？行かないんだけど。ピコーンってなんない。あれ、なんだなんだなんで？これ全部使わないといけないシリーズ？もしかして。なんかそんな気がすんな。バリムズくないか？できたんだか？できたんだか？ミッションコンプリート。私にかかればちょちょいのちょい。さすがに何通りかあったっぽいな。一発でいけたわ。何？さっきのさ、占いのとこ？あ、今、一階のどこかで音が鳴った。アイナちゃんのおかげで電気が通ったのかも。すぐに確認してみるね。行ってくる。これで、ひまりちゃんの水晶玉を置けるようになったんじゃないかな。ひまりは本当にちょっとつもうしんね。考える前に体が動いてるっていうか。おう、ひま先輩が考えてる姿なんて、あまり見たことない。でも、ひま先輩のそういうところに惹かれた部分もある。まあ、明らかにひまちゃんのいいとこだよね。そうね。あの子の持ち前の明るさと、強引さがあったからこそ、私たちも仲良くなれたんだし。ひま先輩と出会ってなければ、配信とか絶対にやってなかったと思う。いや、こういう縁マジで大事にした方がいいよなと思うよ、本当に。なんだかんだで。私たちも配信を楽しんでいるし、今もそう。こんな状況でもひま先輩の明るさに救われてる。なんか前も言った気がするけど、多分ひまりちゃんいないとこいつら病んでもうゲームオーバーだもんね、絶対。ええ、感謝しなきゃね。でもやっぱりもう少し頭も使ってほしいわ。これでひまりちゃんが考えれるようになったら最強女子だもんね。最強ガールだもんね。だね。でもひま先輩にそれは無理。落ち着いて考えて頭を使うなんて絶対に。悪口言われてんぞひまり。そうね、仕方ないから頭を使うのは私たちの役目ってこと。めちゃめちゃいいバランスしてるもんな、この3人。うん、ひま先輩が頭を使えない分私たちが使おう。うん、そろそろやめたれ、そのひまりが頭悪いみたいなの。かわいそうになってくるから。うわ、びっくりした。あのさ、ライブ配信中なの忘れてる？聞こえとったんかい。全部聞こえてるんだけどな。仲いいな。行ってくるか。え、めっちゃ怖い。ちょっと音量下げます。すいません。すいません。音量を少しばかり下げさせていただきました。ちょっと怖すぎて。ここで、電気が、おー、通ってる。だから、これで水晶を使えばいいんじゃない？行けた！割れてるけど。読めんわ。やった、水晶玉をセットできたよ。アイナちゃん、割れてたけどセットできた。割れてたけど大丈夫だった。これ大丈夫なんか。まあ結局繋がってるの読めってことよな、多分。ほらね、私が言った通りじゃない。少しだけ割れてたとしても
何も問題はないのよ。だからこのマークがみやびちゃんのあれだよね。みやびちゃんのファミレス、なんかドンキホーテ、ドンキホーテじゃねえわ、びっくりドンキーか、びっくりドンキーみたいなところがあったから、そこでこれを打つんだと思うんだよね。なんだろう、素直に喜べない。先輩たちが自分の罪をチャラにしようとしてて。まあまあまあ、読めたからね。とにかくセットできたから、過去のことはもう水に流してもいいよね。人間は失敗する生き物、重要なのはそこから何を学ぶかよ。多分何も学べてないよ。服包んだら大丈夫だったでしょうとか言ってたから、多分二人とも学べてないよ。うん、でも失敗したの先輩たちだし、私の言うんじゃなくて正論だな。自分たちの心に刻んで学んで。そう、あなたたち二人がね、学んでれば何でもいいんですよ。それでひまり、何か変化は起きた？ね、何かが浮かび上がってきた。これ何のマークだろう、よくわからないな。わからないのは当然、水晶玉が割れてるせいでマークが全部見えてない。だから2回置いたよね、2箇所に置いたってことなんかな。置き換えたって意味なんかわからないけど、とりあえず繋げてみてみたい。そうかしら。失敗を認めないと学ぶこともできない。先輩たち、愚かにならないで。分かったわよ。認める、認めるわ。アイラちゃん、きついな。割れてるせいで、全容はつかみづらくなってる。素直。ごめんね。とにかく、今の状態で考えてみるしかないね。何か意味があるのかな。これだけ意味深だもの、何も意味がないとは思えないわ。もしかしたら、どこかに同じマークがあって、そこで何かするとか？びっくりドンキーでしょ。そうかもしれない。何だっけ？もしかしてドンキーだっけ？何だっけ？あれ何ドンキーだったっけ？手がかりを見逃さないように探索を続けましょう。ちょっと待って。びっくりさせんな。そのマーク、どこかで見覚えがあるわ。あるでしょ。もしかしてドンキーでしょ。確か、3階の洋食屋にあった小さい機械に、同じマークがあったはずよ。さすがみやびちゃん、記憶力いいな。もう忘れたの？その機械調べてみよう、何か新しい発見があるのかも。その前に水晶玉全体で見たいんだけど。そうね、もうマーク覚えてないよ。洋食屋に向かうわ。とりあえず向かえばいい。あ、オッケーオッケーオッケー、メモで残るならまあまあまあいけるわ。これで誰だっけ、名前が出てこない、彼女に変えます。みやびちゃんね。で、すぐセーブします、怖いから。OK、セーブして、これでもしかしてドンキーどこだっけ、洋食屋右か、右じゃないわ、左か。一応名前が気になって仕方がない、レストランの。あー、やめて、怖いから。あ、びっくりモンキーね。もしかしドンキーじゃねえわ。ドンキーの方がモンキーに変わってたわ。びっくりモンキーね。こっちの方がちょっと危ない気がするけど。うん。入るか。どこだっけ？これか。これで、メモメモメモ。2、マガタマ、M。2、マガタマ、M。2、マガタマ、M。おっぱい潮吹きね。に、まがたま、M、おっぱい潮吹き。オッケー。余裕だわ。に、まがたま、M、おっぱい潮吹き。完璧だ。これで大丈夫なはず。でも。何？あ、100円じゃん。出てきたのは100円玉だけだね。これでカードリーダーって何回だったっけ？バカにされてるのかしら。子供のおだちんじゃないんだから、時間を無駄にした気分ね。何言ってんの、100円入れるとかあったでしょ。おみくじが出てくるよりはいい、まだ100円の方が使い道がある。そうかしら。100円じゃ自販機でジュースも買えないわよ。この最初みんなとぼけてる感じやばいな。なんかたまにはさ、スムーズにさ、うわ、これでカードキー回せるじゃんとか言おうよ。というか、こんな廃墟で現金なんて持ってても意味ないでしょ。でもある意味貴重、私たち
ここまでキャッシュレスで来たし。むしろ一番お金が価値がないところに君たちいるんだよ今。1円を笑う者は1円に泣くって言うし、100円なら1円の100倍価値があるよね。めっちゃポジティブ。はぁ、とりあえず取っておくわ。うんうん、きっと役に立つ時が来るよ。え、カード出るってどこにあったっけ。この店かな。この店ありそうだな、お土産よくちょうだし。うわ、びっくりした。あ、あった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 。ここに100円玉入れるんだよ。え、めっちゃスムーズなんだが今日どうした。え、どこ入れんの。え、え、ど、あ、こっちね。お釣りの方にやってたわ、こっちね。宮先輩、何が出てきた。キラカード、どんなキャラクター。キラキラさせすぎないよ。しかもなんか次に繋がる何かが出ること期待しようよ。100円無駄にしちゃうよ、本当にしょうもないカード出てきたら。どんなって言われても、キャラクターのイラストなんて書いてないわ。セキュリティカード、どこの、どっかあったっけ。というかそのカードって、シャッターシャッターのカードキーじゃない。あ、1階の落とせってことね。え、合流できる、もしかして。本当じゃない、これが探していたカードキーよ。やった、とうとう見つけたね。落として割らないでよみたいな。何その顔。アイナ、あなた嬉しくないの。だってキラカードじゃなかったから。この前お前なんかやられそうだったからメンヘラになってたのに、喜ぼうぜ、あんだけ泣いてたんだから。でもこれでようやくみんなと会えるんだよ。ほんと言うとここで喜んで、ま、あーなるほどね、そうにないから。確かにそれはある、まだダメだったってなるもんね。アイナ、アイナちゃん、今度こそ大丈夫、シャッターが開けば合流できるから。ええ、その通りよ、だから心配しないで。みやびちゃん、お前もメンヘラになってたの俺忘れてないからな。うん、私早くみんなと会いたい。俺もアイナちゃんに会いたい。そうと決まったらこのカードキーをひまりに渡さないとね。うん、受け取ったらすぐに開けるから急ごう。これさすがになんか来そうだな。おお、渡せる渡せる渡せる、すぐ渡そう、怖いからすぐ渡そう。もう音が怖いって。みやびちゃん、カード受け取ったよ。よかった、早速制御盤に使ってみましょう。カードキーを手に入れた。大丈夫かな、またダメだったらどうしよう。大丈夫だよ、もうすぐみんなで帰れるよ。シャッターが全部開くつもりなんかな、開けたら絶対開かないもんね。カードキー、本当に開くんかなこれで。でもまだ配線とかはまだ終わってないしね、謎解き。もう一本あったもんね、色。ひま先輩、早くシャッターを。また開かなかったってなるんじゃない。焦らせちゃダメよアイナ、ひまりの手元が狂ってカードキーが折れでもしたら。待って、それフラグ折れるの。大丈夫大丈夫、私に任せて、今やってるからね。ここにカードキーをと。そのズームやめて、怖いから。はぁ、なになになに、どうしたの、まさか本当に折れて。ううん、ちゃんと使えたよ、制御盤が反応した。そんな大きい声出したら来るよ。えーって書いてたら来るよ。ひまり、あなたね、紛らわしい声を出さないで。あ、ごめんごめん、だって嬉しくて。それでここのボタンを押せば。あ、いた。おお、マジで開いた、開いたわ。とりあえずこれで合流はできるようになったと。だから下ろすアイテムとかも落とさなくていいし、共有だよね多分もう。
こっちもシャッター開いた。よかった、本当に開いた。ね、任せてって言ったでしょ。いや、ひまりちゃんの任せだよな。任せれんし、なんかそのちょっと今気づいたんだけど、目がなんか赤とかなんか青に光ってるのめっちゃ可愛いから、どうやってんのそれ。よかった、本当によかった。アイナ、泣くのは早いわよ。せめて合流できたからにしなさい。なんかみやびちゃん、フラグが立ちそうなセリフばっか言うな。そんなこと言ってみやびちゃんも泣きそうじゃない。仕方ないでしょ、私だって嬉しいんだから。感動の再会だ。みやびちゃん、アイナちゃん、ありがとう。二人がいなかったらきっとここまで来れなかった。それは私も同じよ。一人じゃとても乗り切れなかった。近くにはいないけど、いつもそばに感じてた。その割にメンヘラになってたけどな。だから私も頑張れた。そうね、アイナ、よく頑張ったわ。まあ、確かにアイナちゃんが一番怖い思いしてそうだな。まあ、ひまりちゃんの一番最初の状況もまあまあエグかったけど、気づいたら拘束されてるもまあまあやばいけど。うんうん、私たちみんな頑張って偉い。それじゃあ合流しましょう。私とアイナがひまりのいる1階に行くのがいいわね。うん、1階に行けばなんとかなる。先輩たちと、まあでも実際にこの状況だったらさ、めちゃくちゃ心強いよね、合流できるって。だね。それで合流したらすぐにここを脱出しよう。脱出できないでしょ。ええ、こんなところ1秒だって長くはいたくないわ。早くここを出て家に帰って、そしてお母様に。え、お母様に何謝りたいの？何をしたいの？そうだね、早く家族の顔を見て安心したいよね。でももうすぐだから。私一人ぼっちじゃない、もうすぐ先輩たちと会える。え、これ話してる間に早く行こうよ、ちょっと長いんよ話すの。でも一緒になっても絶対に裏切らないで。フラグフラグ、必ず私も一緒に外に連れてって。これ裏切られるフラグないよ。お願いだから裏切らないで。当たり前でしょ、アイナちゃん。アイナちゃんをここに置いていったりしない。帰るときは必ず一緒だよ。うん、私信じてる。先輩たちなら信じても大丈夫なはず。みやびちゃんはお母さんとめちゃくちゃ重い何かがあって、アイナちゃんは誰かにめっちゃ裏切られたっていう重い話があるんだよな。ひまりちゃんはなんかそういうのないんかな。もう二度とあんなことは。アイナちゃん、ごめん、なんでもない。やっぱなんかあるな、これストーリーにも関わってくるんだよね多分。そう、それならいいんだけど。でもさ、いざ出れるってなるとちょびっとだけ名残惜しい気がしてこない？お前バカ言うな、早く出ろ。え？ほら、撮れ高的には最高だったし、もう少しだけ撮影してもいい気がしてくるというか。まあ、あらかじめ逃げるルートを確保しとったらっていう安心感があるけど、絶対にすぐ出ろ。危なくなっても急いで出口に向かえばいいんだし、いつでも出れるっていう余裕があるからこそ。ひまり、まさか本気じゃないわよね。冗談にしても笑えないわよ。さすがに笑えんな。命を危険にさらしてまでする撮影なんて意味ない、死んだら終わり。正論です。あもちろん冗談に決まってるってば。5割ぐらいガチだろうな。まさか本気にしちゃった？嫌だな、もう。可愛いわ、可愛いから許す。それならいいのだけれど、いつもの暴走モードも今だけは抑えてちょうだい。ひま先輩、帰ろ、お願いだから。うん、もう十分撮影できたし、これ以上欲張っちゃダメだよね。めちゃめちゃ撮れたかあったでしょ、すでに。さあ早く合流して家に帰ろう。さあこれはもうすぐ合流なのかな。ここ左行ったらなんか別の道がある。今シャッターの向こう側に来たわ。そんなとこでいちいち会話せんでええよ、もう上と下におるんやから。私もでも暗くて先がよく見えない。やっぱなんかあるんかな、すぐ合流できない。気をつけてね、私も二人を迎えに行く。
ゴミが散乱してて足元が悪いわ。焦らず慎重にね。でも二人と会えると思うとどうしても早足に。なに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 。なに、通れないの。待って嘘だよね。そんなめちゃくちゃ不穏な空気にしないで、俺が怖いから。そんな信じられないかな。こんなのありえない。いや、やだ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 、こんなの嫌。え、そんなにそんなにか。ヴァンパイアみたいになったんよ。ヴァンパイアやん。終わり。まさかみやびちゃんとアイナちゃんのところも。じゃあこいつらどうやって分離したんやろな。ええ、瓦礫で道が塞がれているわ。階段へは。その目やめて。ちょっと面白い。あー、メンヘラモード入っちゃった、メンヘラモード入っちゃった。今までのこと、うん、それこの前も言ってたよ。何をしてもここからは出られない。ここで死ぬんだ、一人ぼっちで。それが私の運命。これすごいよね、このコロ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 動く感じ。で、実際だったらこうなるかなとか思ってたけど、ここまでなる。ここまでなるかな。やった、会える、ああ、ここで死ぬんだみたいな。そうね、そうね。誰にも知られずに私たちはここで朽ちて、うん、ひまりちゃん若干顔引いてるもん。お母様だってきっと探してはくれないもの、うん、マザコンか、ただのマザコンだな。やばいやばい、またメンヘラになっちゃった、どうしよう、めんどくさいぞって思ってるぞ。大丈夫、まだ他に方法はあるはず。まあ実際分離してるってことはどっかで合流はできるはずなんよ。猿がどうやってこいつらを分散させたんかっていうことやな。確かにこんなことになるなんて予想できなかったけど、まだまだやれることはあるって。それにほら、何でも思い通りに行ったらつまらないでしょ。いや、さすがにここは思い通りになってほしいでしょ、怖すぎて。むしろこういう挫折を乗り越えてこそ物語が面白くなっていくってわけ。ひまりすげえな、この状況で楽しんどんのはさすがにすげえわ。よーし、なんだか逆にやる気出てきちゃったな。私のハートが燃えてるのがわかるね。だからもう一回みんなで頑張ろうよ。冗談じゃないわ。うわ、もう頑張れない、もう頑張れない。今のこの状況、怖い怖い怖い、映画や小説とは違うの。音が怖い。現実なの、本当に死んじゃうのよ。いや、まあさすがにひまりちゃんの燃えてきたはちょっとない。現実をしっかり見なさいよ、もう私たちにできることなんてないの。いやさ、全然さ、まあ、3階は無理か、2階の人はさ、ワンチャン飛び降りれるよね。そんなことない、私たち3人が力を合わせればきっと。根拠のない慰めはやめて、もうたくさん。どうすんの、みやびちゃん。何かするなら一人でやりなさいよ。私はあなたみたいに、赤みたいに前だけ見ることなんてできないのよ。この状況で後ろを向いたらお前死あるのみだぞ、みやびちゃん。なになになに。え、みや先輩、ひま先輩の画面ずっと小刻みに揺れてた。よう気づいたな、全然気づかなかったわ。つまりひまりちゃんも震えてるんだよっていうのが伝えたいのか。それが何。震えてるんだよ、ひま先輩も。それでも私たちを励ますために何でもないふりをしてたんだよ。まあひまりちゃん女神だからな、聖母ひまりだから。ここで止まったら本当に終わっちゃうって思ってるから、精一杯のから元気で。怖いのは、不安なのはひま先輩も同じ、同じなんだよ。
私は最低ね。不安や恐怖、確かに苛立ちを全部ひまりにぶつけて、まあなっちゃうのもわかるけどね、ひまりちゃん悪くないから。ごめんなさいひまり、私あなたにひどいこと、まあせめて善意は受け止めてあげたいよね、よくしてあげようと思ってくれてるんだから。じゃあ帰ったら焼肉をご馳走して、それでチャラ。まあまあ求めるなまあまあ求めるな、ひまり。ファミレスのピザとかじゃないん、この若い子たちは。しかも高級な焼肉屋さんだからね、一口食べたら体も心もとろけちゃうくらいの。わかったわ、ひまりとアイナが今まで味わったことのない最高のお肉をお腹いっぱいにご馳走してあげる。もう俺ダメだわ、俺これがもう下ネタに聞こえちゃうもんな、俺もうダメだわ。やった。私、タン塩がいい。うんうん。だったら、何が何でも帰らなくちゃ。すごいな。今回焼肉で前向いて、前回は確かなんかプリンかなんかで前向いてたよね。でも、具体的にどうすればいいのかしら。思い出したんだけど、私、探索中にエレベーターをちらっと調査したの。おい、いつしたんだよ。俺してねえぞ。もしかしたらエレベーターが使えるかも。え、使えるようになってんの？本当？アイナちゃん！エレベーター使えるならもう絶対いけるやん。どうして早くそれを言わないのよ。さっきまではシャッターの方に集中してたから忘れてただけ。アイナちゃん、さすがにそれは言え。シャッター行けばいい。シャッターじゃない、エレベーター。こーわー。エレベーター、今のままじゃ無理だけど、操作盤に2本の操作キーを差し込めば動くかも。多分。操作機どこにあんねん。すごい、エレベーターが動けば合流できるよ。どうせまた合流できひんって。お手柄よアイナ。でもよくエレベーターの動かし方なんて知ってたわね。映画でそういう場面があった。だから確証があるわけじゃない。もしかしたらまたダメかもしれない。期待しすぎなんだよな多分君たちは。うんうん、それでも今の私たちにとっては大きな希望だよ。まあまあ前を向けただけでいいな。ええ、動く気力も湧いてきたわ。お手柄よアイナ。うん、よかった。みんなで探そう操作キーを。そしてエレベーターを動かすの。でもさ、アイナちゃんのところで何かをするってなったらアイテム落としたりできないから、どうやってアイテムを渡すんだ。ええ、やりましょう。アイナちゃんの方で探索するかな。焼肉の時はハラミも追加で部位。その部位は可愛い。あ、こっち行けるようになったんだ。ってことはマップも広がった。あ、こっち側の通路行けるようになったんだ。ってことはみんなそうなってるよね多分。とりあえず探索ちゃんとしときたいな。うわー、入れる。これで一周したんかなってことやな。オッケーオッケーオッケー。とりあえずセーブして、まずはひまりちゃんの方から探索していこうか。もう見逃さないようにな。しらみつぶししていこう。ゴミ箱。うーわ、あったライター。マジライターがあったよ。まだ燃料も残ってるみたい。これあれダメ、瓦礫燃やしたらダメ。火を使う場所、何かあったかしら。今んとこないよね。とりあえず持っておこうか。この中にあるのかな、火使う場所が。で、ここは、あ、なんかある。ん？食品売り場か。食品売り場だけかな、この配送は。え、なになになに。特に何の変哲もないポスターだね。ん？でも裏に何か書いてある。ポスターもヒントになんの。俺全部は調べてないかも。なんだよこれ、このカエルが宇宙飛行士のヘルメットかぶったみたいな。何の絵だろう。ダンボールの絵？落書きかしら。それにしてもダンボールを描く？どうせ落書きするならニャンニャンの絵でも描けばいいのに。ニャンニャンって何？猫のこと言ってる？ニャンニャン。何よ、猫ちゃんはニャンニャンって鳴くでしょ。だからニャンニャンという呼び方で間違いないわ。すごいな、その年で猫のことをニャンニャンって呼んでるの。めっちゃ子供やん、乳でかいのに。
はあ、とにかく気にしないでちょうだい。こんなくだらないことで時間がもったいないわ。そうかな、この問題もっと話し合った方がいいんじゃにゃい。かわいい。うん、今後の私たちの関係性にとっても大切にゃん。もういいから。ほら、さすがにニャンニャンはいじられる。ここに何かあるのを見逃してるわよ。私のニャンニャンよりもっと周囲に気を配りなさい。本当だ。え、なんだろうこの穴。でも向こうを覗けるかも。このポスターすげえアイテムいっぱいあるやん。これ覗く系怖いんだよな。何もうやだわ。お、何あの段ボール。何あの段ボール。え、何に使うんだあれ。あ、武器になりそうなものがあったよ。待て待て、瓦礫を調べなあかんのか。どんなの。これだよ。角材。これであの着ぐるみを倒せるかも。絶対倒せんでしょ。ひまり、危険な真似はやめなさい。この角材燃やしそうだね。てか燃やせるでしょ、木ばっかじゃん。うん、ひま先輩、安全が一番。まあそうだよね。でも届かない場所に何かあるとき役に立つかもしれないから持っておくね。オッケー、あとは中だけだな。これで多分全部調べたはず。入るか、食品売り場。食品売り場かな。でもまともなものは残ってなさそう。さすがにあったら腐ってるでしょ。うへえ、腐ってるものばかりだ。匂いとか大丈夫なのかしら。うー、私はそこを歩くのも無理そう。あ、一番臭そう、ここが。あ、さっきの段ボールのとこかな、それが。いける。何が。なっ、ひまり、やめなさい。そのリンゴ、どう見たってダメになってるわ。ひま先輩、そんなにお腹空いてたの。まあ、腹も減るよな、こんだけずっとこんなとこいたら。いやチャレンジ系の動画を撮影できるかもと思って。もう帰ってからにせ、帰ってリンゴ腐らせろ。廃墟でギリギリ腐りかけのリンゴを食べてみたってね。腐りかけじゃなくて腐ってるでしょ。結構いけそうじゃない。どこがギリギリなのよ、完璧に腐ってるわ。やばいリンゴを食べて倒れてみた。なら撮影できるかも。確実に炎上するけど、うん、そっちだよね。倒れてみたになるよね。炎上は嫌だな。やめておいた方が良さそうだね。むしろいけると思った根拠が知りたいわ。お、探索できるな。なんかすごい段ボールが積まれてるよ。ひまり、その段ボール上から取ってもらっていい？ん？こう？何、上から見たらか。おお、さっきのじゃん。段ボールの上面に絵が描かれてるみたい。いや、絶対猿でしょ、さっきの。ぐちゃぐちゃで何が描かれてるかわからないな。だからこのパーツを一個拾ってきたら完成させれるみたいな感じなのかな。ひまり、私たちの言う通りに動かしてもらっていいかしら。うん、わかった。これにすればいいんだよね。オッケーオッケーオッケー、なんとなくわかった。操作できないけど。操作できませんけど。あ、そういう、わ、だるいやつだ。だるいやつですね、これ。あ、いけた、なんかいけた、なんかいけた。これで大丈夫なはず。きちんと整理整頓できたよね。ひまり、自分の部屋もこれくらい熱心に整理しなさい。ひま先輩の部屋、日によってはひどいもんね。
足の踏み場もないくらい。え、これできたけんで何になったん？え、ミニゲームとかやめて、時間の無駄やったやん。めっちゃ時間かかったからな。綺麗な時もあるもん。急に SE が入ったな、今ビシッて。ひまりのお母様が来てくれた日から1週間くらいはね。もう部屋の掃除くらい自分でできるようになりなさい。はいはいはい、わかってますよ。やるやる。これ絶対やらんで。帰ったらきちんとやります。これ絶対やらん返事やから。帰れるのかな。帰れるよ、絶対。急にいい女になった。私思い出したんだけどさ、冷蔵庫に残してあるのプリンだけじゃなかった。お取り寄せした明太子も取っておいてたんだよね。それはめちゃくちゃうまそう。マジで俺にくれ。だから帰らないと。死んでも死にきれない。すごいな、食べ物のために命かけれるのすごいわ。そういえば私も楽しみにしてたゲームが届いてるはず。奮発して初回限定版を買ったし。いや、それは楽しみだわ。うん、俺こっちの方がまだわかるな。うん、こんなところで死ねないよね。まさか明太子やゲームが私たちに生きる気力を湧き立たせてくれるとはね。うんうん、でも日々のそういった何気ない楽しみや幸せが生きる活力になっているのかも。そうそう、小さな幸せを積み重ねるのも人生なんだから。めっちゃ急に蜜をとか書いてそうなこと言い出したな。私も帰ったら注文してみようかしら、明太子とゲームをね。みやびちゃん一番ゲームやんなそう。で、これでどうなった？え、これだけ？なんかパネルを持ってきてからやるんかな。これやったけんで何もならんの。なんか調べれる。この辺に1枚ページがあるとかじゃないんか。後からなんか持ってきたらできるんかな。これ何もなかったら俺ちょっとおこだわ。あ、なんかある。うやば。待て、落ちた方じゃねえのかよ。落ちた方調べろよ。気づいてねえのかよ。お買い物メモ。レジの中に何か紙切れが入ってるよ。今晩の献立って書いてあるから、お買い物メモかな。お買い物メモを店に忘れるな。特に役に立ちそうにないわね。でも一応読んでみてちょうだい。うん、怖い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 。今晩の献立用、心臓の左手。何それ、どう考えても人間用の献立じゃない。モンスターのお母さんが残したメモとか。あのモンキーのお母さんおる。待って、アイナ、お父さんかもしれないわよ。そこどうでもいいよ。料理を作るのはお母さんと決まっているわけではないわ。わかるけど気になるのそこじゃなくない？あれかな、焼き鳥か焼肉用とか。ハツって確か心臓だったよね。それか海外の料理の材料なのかも。世界には私たちの知らないたくさんの料理があるわけだし。いや、さすがにね、心臓の左手は人間だわ。モンスターだわ。だとしてもなんか妙、違和感がある。となるとただのお買い物メモではなく、絶対そうだろう、絶対ヒントだろう。何かのヒントなのかもしれないわね。だね、ひま先輩、一応そのメモ確保で。気味が悪いヒントだな。これは？これ仮面落ちてきましたけど今。これ調べれんのかい？びっくりした。びっくりするの遅いし。あれ？何かある。なに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 ？顔めっちゃ青い。どうしたの、ひまり？脳を手に入れましたね。あとは左手と心臓かな。ごめん驚かせて。なんか脳みその模型があっただけだよ。脳みそ、まさかあのトマトの顔の。あ、アイナ、怖いこと言わないでちょうだい。このトマトの脳みそなのかな。とりあえず持っておくよ。どこに持ってんのそれ、入れる場所なくない？ OK、 とりあえずなんか取れたと。うえ、なに、なにそれ。
穴？穴か。大きな穴だね。ズームするな。ひまり、落ちないように気をつけなさいね。落ちたらゲームオーバーだろ、こんなん。平気だよ。そこまで深くはなさそうだし。ん？何、なんかあるの？何かそこにある。落ちんなよ、マジで。なんだろう、あれ。ちょっと取れるか試してみるね。怖い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 。お、パンツ見えてる、パンツ見えてる。待って、ひま先輩。危ないからやめた方がいい。もうおっぱい潰れそうって意味で危ないわ。痛くないそれ、女の子さん。え、女の子ってこれマジで痛くないの？大丈夫大丈夫、ちゃんと気をつけるから。でも何があるかわからない、罠かもしれないし。手つかまれそうじゃない？私にはアイナちゃんがついてるし、何が起きてもへっちゃらでしょ。え？照れるな。照れるな、そこで。私、アイナちゃんのこと信じてるから。たとえこれが罠だったとしても、画面の向こうからいい感じのアドバイスよろしくね。今、アイテム何も持ってねえからさ、バッドエンドなりそうなんだけど、普通に。待って。そんなこと言われても、私。とりあえず手が届くか試してみよっと。じゃあ、やってみるね。ひま先輩。はぁ。こうなったら止められないわ。おとなしく見守りましょう。え、やっていいのこれ。これやっていいの俺。やらないとダメ。手掴まれそうで怖いわ。届かないな。さっきの角材は？ひま先輩、危ないから。あまり奥まで手を伸ばさないで。いや、本当だよね。普通に俺怖いから無理だわ。届かないなぁ。ひま先輩。あ、オッケーオッケー。これはとりあえず今じゃないんだ、多分。オッケーオッケー。今じゃないんだね。角材、あ、わかったわかったわかった。だから、あっこで、角材を持ってだ。オッケーオッケー。わかった。理解した理解した。これでいけるんじゃない？いけた！お、これを使えば届くかも。よいしょ。届くけど取れないな。角材にくっついてくれればいいのに。何？角材に糊でも塗れってこと？てか足テカりすぎないよな。ちょっと二次元のアダルトアニメのなんか足みたいになっとんよ。おっと。ひまり。おお、届いたけ。角材にくっつけれる何かがいるってことか。めっちゃ上まであるな。なんもないね。怖いな、この徐々に行く感じが怖いな。あああ、何これ。赤の針。時計の針かな。あ、時計の針っぽいな。とりあえず持っておきましょうか。これ角材関係ないもんね。多分上からなんかもらうんだろうね。そんな気がする。これでひまりちゃんの方は全部漁ったんかな、多分。ひまりちゃんの方はこれで終わりな気がすんな。じゃあ次2回漁ってみるか。あ、ここで来れなくなったっていうのが分かるってことね。だよね、だよね。シャッターの外がここだ。オッケーオッケー。で、瓦礫とかもなんかあったりするからちゃんと調べとかんとな。あ、青い針だ。なんだろう、これ。時計の針かな。とりあえず持っておきましょうか。どっかに時計があるから合わせて使うんだろうな。ポスターまで読まないといけなくなったからな、さっきので。行方不明の女性が遺体で発見。以前から探索願いが出されていた誰かが、戸貝塚のプレ、複数名の探索願いが出されている。もう事件じゃん、それ。なんで警察何もしないの？解決まだされてないじゃん。何らかの理由で犯人が血液を持ち去った。なんで？血液を持ち去るって怖すぎ。これはなんだ？ホビーだらけ。ホビーだらけってそのままだな。お？わあ、
これ人形また動くんじゃないの？ここは漁るだけだな。アイナちゃん、どうしたの？私、死んだかも。お宝がありすぎてな。え、何があったの？まさか罠に？アイナ、アイナ！だってここ天国。なんかひまりにそんなこと言ってる場合じゃねえよとか言うけど、アイナちゃんもそんなこと言ってる場合じゃねえよだよな。ミヤミちゃんが一番まともなんかもしれん。90年代の特撮カルトヒーロープリティマンのフィギュア、しかもサイドキックのミスターシゲルのまである。すごいよな声優さんって。90年代の特撮カルトヒーロープリティマンのフィギュア、しかもサイドキックのミスターシゲルのまであるを噛まずに言えるんだから声優さんってすげえよな。てか、あれはレアゲーのペロスケの冒険のカセットだ。うわ、しかも箱説付き、やば。この世にまだ現存してたの？何ペロスケの冒険カセットって。え、人気食玩シリーズのガルダスの超迷宮まである。しかも第3弾がコンプリートってありえない。何第3弾って珍しいの？アイナ、私が天国に送ってあげましょうか？すごいよねその目。俺もその目してみたいもん、キラキラさせて。まあ罠とかじゃなくて安心したよ。優しい。え、どうしよう、みんなでここに住む？住むわけないでしょう。早く探索を続けなさい。もうこれだから物の価値がわからない人は。みやびちゃんが煽られるっていう。好きな人にはたまらないんだろうね。いや、ほんとひまりちゃんいいわ。ほんとに彼女にしたい。うん、たまらん。悔しいな。ここにあるものについていくらでも語り合いたいのに。一緒に語れる人いないでしょ、多分。わかる。好きなものについて語り合うのって最高だもんね。でも共通の趣味の人がいないとなかなかできなくてさ。多分アイナちゃんと共通の趣味の人は結構レアもんだと思う。アイナは同じような趣味を持った友達はいないの？同じような趣味を持った友達に裏切られたんか。昔はいた。みやびちゃん、アイナちゃんが暗くなっちゃったじゃん。さっきまであんなに楽しそうだったのに。ごめんなさいアイナ、デリカシーのない発言をしてしまったわ。じゃあ許してあげるから、このレアゲーの話だけ聞いて。長くなるんじゃんそれ。ふーんち、キンキラ丸、もともとはアーケードのゲームだったんだけど、コンシューマーに移植されて人気に火がついた作品なんだよね。でも市場には初期版と後期版っていう2種類が出回っていて、なんとステージ数とヒロインが違うの。やばくない？やばくねえよ。開発元の倒産とかの原因なんだけどね。もともと初期版の出荷数がとにかく少なくて入手困難だったの。しかも初期版の説明書の監修だけ、なんと後にあのロマンクエストのディレクターをすることになるシゲオが担当。だからさらに入手困難のプレミアものになってて。いつまで聞いていればいいのかしら。早く突っ込んであげて。まだ喋り続けてるからね。こうなるとアイナちゃんを止められないし。はあ、アイナの気が済むまで聞いているしかないわね。お、終わった、やっと終わった、進めるぞ。うわ、ガシャポン、またアイナちゃん反応するやん。もうこれ無視する？え、珍しい、反応せえへんかった。お、時計やん。待って、ドンキ寄るって、ドンキ寄るって。おもちゃの金庫かな。あ、時計じゃないか、めっちゃ時計に見えた。この金庫にあの針使うんじゃないの？壊す？ダメでしょ。うん、壊して。やめなさい。どうしてあなたたちはすぐに壊したがるの？中に入ってるものも一緒に壊れてしまったら困るでしょ。大丈夫、おもちゃの金庫に入ってるものなんて、おもちゃのお金かセミの抜け殻くらい。おもちゃの金庫にセミの抜け殻入れてんの？アイナちゃん抜け殻集めるタイプの子なんだ。私はちょっと無理かも、触れないもん。いや、俺も触れんわ。どうする、開けてみる？これどうせ大したもの入ってないと思うけど。とりあえず開けてみましょう。もしかしたら役に立つものが入ってるかも。え、何？いや、今ぶっ殺された倒れ方したよな。後ろからぶっ殺された倒れ方したよな。そのパンツならやるだけやってみる。めっちゃなんか
森間だ。順番にダイヤルを回せばいいのかな。あ、あったよね、なんか段ボールの覗くやつ。とりあえず、とりあえずこれ。ああ、ごめん。ああ、ごめん。これ正しい順番でマークを選んで回していけばいいのかな。え、多分これまあ解けないよね、さすがに。あの段ボールがあってまだ途中だもんな。これはまだな気がする。え、このドンキ調べれないんだ、意外。うわ、エレベーターのキーあるやん。どこの鍵が入ってた。荷物用エレベーターって多分今まで見てるエレベーターとは違うよね。どこの鍵かしら。荷物用って書いてある。確か廊下に小さなエレベーターがあったけど、それかな。試してみようよ。廊下の小さなエレベーター、そんなあったっけ。使うかもしれないし、持っておこうよ。これ渡すのか、ひまりちゃんに。じゃあもうこれもなんかテンション上がるんか。え、女の子たちの憧れなんだこれ。めっちゃ似合うな。めっちゃ似合うし可愛いやん。これはなんかあるでしょ。うわ、手がある。あ、アイナ、何かあったの。あと一つじゃ。今映すから画面をよく見てて。うん、わかった。せーの、はい。あー、手が。もう音が怖いってな。あ、その音やめて。普通にマジ怖い。みやびちゃん落ち着いて。ただの作り物だよ。作り物。アイナ、あなたね。ごめん、思いついたいたずらやっちゃった。とりあえずこれ持っていくね。これ多分下に渡すんよねぐらいかな。もうないんかな、多分。もうなさそう。これでアイナちゃんの方も探索が終わった気がする。とりあえず渡せるもん渡すか。お、ここだよね、うん。あれ、渡せるものない。渡せないんだ。これ渡さなくていいんだ。だってこのエレベーターの鍵とかさ、渡さないといけないんじゃないの、うん。あ、渡さなくていいんだ。じゃあ、あとはみやびちゃんか。で、みやびちゃんもここが、あれ、ここだよね、開いたとこ。なんかみやびちゃんちょっと違うな、なんか。瓦礫っていうよりかは。瓦礫ってなんで気づいたの、この状態で。ここ開かないんでしょ。開かないのになんで気づいたの、瓦礫って。なんかおかしいよね。まあいいか。うん？ん？小さなエレベーター、あ、これか。これが荷物用のっていうのはここのことか。え、だったらさ、ちょっともう一回ここ来るか。ここだよね。ここじゃないの。ここで、あ、いけたいけたいけた。チン。これで合流できないかな。アイナちゃん、お腹を押さえてどうしたの。ポンポン言うな。もしかしてポンポン痛くなっちゃった。いける。え、マジで乗るん、すごい。勇気あるなこいつ。よいしょ、よいしょっと。ちょっとアイナ、何入ろうとしてるのよ。これは荷物の運搬用のエレベーターなのよ。入れるわけないでしょ。まあ、入れるわけないことはない。サイズ的には入るでしょ。いけそうな気がする。お腹をペッコませれば。おいしょ、もうちょっとのはず。さすがに無理だよ。人を運ぶようにできてないから壊れて落ちちゃうかもだし。え、言うて人ってそんなにでかくないし、そんな重くなくない。荷物の方が重いしでかいでしょ。くそ、あ、いけないんだ。だからアイテム出すんだけどね。何を考えているんだか。でもさ、これで物の受け渡しはできるよね。え、さっきの落とすやつはもうダメな。なんでダメになったの。あ、上に運べるんだ。理解しました。上に運べるんだね。うん、もう壊さずに受け渡しできる。よかったね、ひま先輩、みや先輩。本当に二人にとっては念願だよね。まだ言うんだ。あ、水晶玉の時のことまだ根に持ってるみたい。
アイナちゃんの忠告を聞かないで落として割っちゃったやつ。嫌な事件だったわね。でも反省しているからもう忘れてちょうだい。これさ、角材に左手をつけてとかできないかな。とりあえずアイテム、針も誰かに持たさないといけないしね。バーコードがついている、レジで読ますとかかな。ライターもどこで使うかまだわかんないし。うーい、びっくりした。これ動かせれたってことは合ってたんかな。よし、これもいまいち分かってないんだよね、さっきのダイヤル。多分これだと思うんだけど、あ、増えとる、なんか。増えてません？ちょっと待って、これは覚えれないんでメモします。なんでマーク増えてんの？ああ、メモがあるんかい。メモしなくてよかったわ。で、これで、ひまりちゃんは、こっちに行って、あの手を使ってなんかできんかな？もしくは、レジがあるじゃん。ここレジ。このレジに、このバーコードを読ます。できませんね。とりあえず、あのマークの謎だけ解きたいな。クローバー、星、ハート、クローバー、ダイヤ。どうよ、開くんじゃない？何入ってるそれ。うわ、どこで再生するんだよそれ。どこ再…あっ、みやびちゃんだ。う、嘘、これはまさか。そんな、信じられない。ビデオテープ今見ないもんね。これほどの貴重品がこんなところに。それ何？なんか見たことがあるような、ないような。お弁当箱じゃないかしら。いや、ビデオテープ弁当箱っていうの本当にやばいって、みやびちゃん。さすがに弁当箱じゃないでしょ。いいな、いいな。これこそがビデオテープ。それは何に使うものなの？テープということは何かを貼り付けるもの？あー、テープってそういう風に感じるんだ。まあ確かにテープっていう言葉それしかないもんな、今の時代。もしかしたらビデオテープ以外にそういうテープないもんね。カセットテープとか。いいよ、たっぷり聞かせてあげる。ちょっと感じるのやめろ。簡単に言うと、これは記録媒体。テレビとか映像を録画するのに使われてたもの。もう今テレビ録画する人いないんじゃない？いんのかな。もう録画とか小学生もう何十年前しかしてないよ。それにしてもサイズが大きいのね。持ち運ぶのに不便な気もするけれど。昔のものって無駄にでかいもんな。今コンパクトになりすぎだもん。だよね、かさばる。 USB メモリとかの方が便利そう。間違いない、データの方がいいよね。大きさに比例して記録できる容量がとても多いのかな。それなら納得できるけど。いや、 USB メモリの方が多分多いです。全然だよ、録画できるのも SD 画質だし。保管方法に気をつけないと。テープも劣化して映像や音がザラついたり飛んだりする。最悪ビデオデッキにテープが絡まって、めっちゃあったあった、取り出すことも困難になる場合がある。なんかテープめっちゃ絡まっててもうそこ読めなくなってるとかあったわ俺。ダメじゃない、ダメじゃない。そんな欠点も許せるくらいビデオテープには愛せる魅力がたくさんあるの。もう今便利すぎてもう愛せる魅力ないよ今の時代。特に味。味？お前食べたん？ビデオテープ。ビデオテープにしかない味がある。なんでこいつビデオテープ味わってんの。ビデオデッキにビデオテープを挿入するとき、味ってそういうことね。って感じでロボット感があってかっこいい。あ、それやべえ、俺わかるかもしれん。早送りも巻き戻しもテープを物理的に動かすから、シュルシュルってタイムワープしてるみたいな音が出る。ビデオテープで見る映像の独特のザラつきは本来の映像の魅力をさらにエモーショナルに引き立たせるし、ビデオテープダメじゃない、むしろよし。よくわかったよ、本当に。絶対わかってないわ。なるほどね、すごい。
よね。絶対分かってないでしょ。映像が記録されているというなら中身が気になるわね。そうそう、そういうの、そういう話しよう、ちゃんと。絶対みやびちゃんのあれでしょ、びっくりドンキー、びっくりモンキーか。これでみやびちゃんだ。はい、ということで今回はここまでにしておきたいと思います。次回は、まあ、ビデオテープ手に入ったんで、それをびっくりモンキーに持ってって再生するのと、まだみやびちゃんの方はシャッターが開いてから探索一つもしてないんで、そこを探索して、まあ、あの角材につけれるやつとか、あとは時計の針何に使うのかっていうのがわかるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。また配信2更新していくんで、よければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃ、またねー。